こんばんは、プリティです。ちょっとこの時期嫌なニュースになると思うんですけども、ちょっとそれをね、これから読みしたいと思います。実は最後まで気を吸わせればよかった。あのね、蚊ってさ、最初、なんか麻酔みたいな感じでさ、かゆみのある成分をさ、注入するでしょ。それで、血を吸ってる途中で叩くと、体内の中にある、なんか伝染病のリスクが高い、なんか菌とかも一緒に入っちゃって、感染する恐れあるんだって。で、なんか、抜くとき、かゆみの成分ってね、吸うんだって。お腹いっぱいになると。で、吸ってそのまま飛び立ったと、パチって潰した方がいいっていう風に、まあ、あの、傷口だからやっぱり伝染病とかの菌が入りやすいっていうのはわかるんだけど、許せねえのよ。血を吸うだけじゃなくてさ、あの、かゆみが許せねえのよ。伝染病とかそういうのわかるけどね。この許せねえ気持ちはどうすんのかしら。あのね、おばちゃんね、嫌なとこあんのよ。まず、耳たぶ。耳たぶはもうほんと許せねえ。あと、眉間。超許せねえ。それで、一番許せないのが指と指の間。くそめさえ許せねえ。ねえ、あの、わかる。専門家の人が言うんでしょ？感染性のリスクが高まるから、吸って飛び立った後、パチってやった方がいいって。うん、わかるんだけども、許せねえなよ。これだけはごめんなさいね。どうしてもね、許せねえ。あ、今ね、SNS で話題になってんだけど、寝る前に、まあ寝る前じゃなくてもいいんだけど、歯磨き粉さ、あの、絞って、そのまま置いとけば、蚊が勝手に止まっていくんだって。で、自らくっついて、動けなくなっちゃうんだって。このさ、蚊の撃退法いいね。ちょっとまだおばちゃん試してないんだけど、これやろうと思ってんだよ。でも、部屋にいなきゃね、迎え入れねえやじゃん。やつだけは迎え入れたくねえ。もし、入ってきた時、これちょっとやってみようかなと思ってんだよ。もし、あの、見てる方でさ、蚊が、ちょっと部屋の中にいて困ってるっていう人いたらやってみて。で、報告してちょうだい、こんなことになったって。ばちゃ、ちょっとね、これ本当かやってみたいのよ。興味津々よ。だって奴ら、許せねえよ。本当許せねえ。今のね、若い子たち、修学旅行のお土産アマゾンで買ってんだって。で、理由が、会員の荷物を増やしたくないからってやな。お土産買っていく意味ないじゃん。で、修学旅行行ったら僕と歌うと、ペナント買うんじゃないの？あれ、義務でしょ？え、違うの？で、ねえ、親に、これ買ってきたって言って、何これって言われるのが恒例行事じゃないの？おばちゃんそうだと思ってたけど。何これ味気ないじゃない。ねえ、親が一生懸命出してくれとかね。で、無事で帰ってくるようにって、祈って、で、帰ってきて、で、アマゾンの人が持ってきてくれると。何それ。せめてね、僕とだけでも、あれね、いいのよ。あの、背中の届かないところ、かけんのよ。あの、友達のさ、ママがさ、何これ。こんなん買ってきて、もう変なもん、うちの子が買ってきてってなんかさ、散々言ってたんだけど、洗濯物干してた。あのね、洗濯機と、あと、なんていうの、収納してる、なんか、ボックスみたいなのがあるんだけど、そこに空間があるのよ。そこに立てかけて洗濯物干してた。あと2、3本あればね、いっぱい干せんだけどって言ってたよ。まあ、そういうのも思い出じゃない。まあ、まずはちょっと味気ないかな。おばちゃん、ちょっとすぐ悲しくなってきちゃったよ、このニュースは。あの、今、ディアボロってさ、めちゃくちゃ流行ってんですよ。ディアボロの、何、あの、
インモータル？なんか毛がいっぱい出てくるんでしょ？それのね、キャラ、完全強化には、課金で、1400万超えんだって。信じられないんだけど。で、10年間のプレイをするか、その課金するかの、どちらか。1400万円超えんのよ。家買えちゃうじゃん。嘘。これ、やる人いんのかな？ヒカキン、あ、そうだ、ヒカキンってさ、ゲーム課金すぎて、クレカかなんか今ストップしてんでしょ？どんだけよと思うんだけど。いや、そのヒカキンでも、打って、見逃し踏むでしょ？1400万よ。もうどれだけ剣だっけ？いや、もうその話いいですか？わかってますよ、じゃあ。どれだけガリガリ、あ、それもいいですか？いや、おばちゃんはちょっと、ありえない。400万なんかもう、そんなもう、だってこのゲーム終わっちゃった後、何もなくなっちゃうんでしょ？無でしょ？ムーンってなっちゃう、心の中。ムーンって。いや、ありえんわ。それで、金額で言えば、ま、デアボロ、陰謀よりもすごくはないけど、5万円のオーダーメイドパフェ。大阪市中崎町駅近くにある、カフェ303の、ジューシーで美味しいフルーツをふんだんに入れた5万円のパフェ。スーパードカタパフェ。ドカタの人が食べるってことかしら。あ、今暑いからスイカをなんかしむら食いしてガーって、でその後冷えたこのパフェを食べるって、ドカタの人用の、ちょっとよくわかんないけど、5万。やばちゃぶり、無理を通り越してブリ。いや、右のパフェだけでいいよ。もう年取ったからこんな今食べれないし。ちょっと待って。なんだろう。なんかお金ってそんな軽いものになっちゃったのかしら。おばちゃんだって服買うのにもさ。ジーンズメイトで買おうと思って。ああ、でも、ただ、やっぱり、あと、頑丈さとかも考えたら、ワークマンかなって、ワークマンいっちゃうもん。そのおばちゃんからすると、5万はプリよ。無理から、出世部で、無理に変わんのよ。もう、ほんと、無理。ごめんなさい。美味しいんだろうと思うけど、ほんと、無理。私を物にしたいなら、もっと、つびびとくる。相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。